皆さんこんにちは、学長の宮でございます。本日は足元の悪い中ですね、お集まりいただきましてありがとうございます。大学もこの10月からですね、後期の授業が始まりました。これまで の教室への入室の制限も全て撤廃しまして、やっと完全にコロナ前の状況に戻ったなというふうに思っているところでございます。私から一点お知らせがございます。資料にもあります通り、第16回の、ホームカミングデーが、開催されます。例年ですね、大学祭の開催に合わせて、行っておりましたけれども、10月の28日土曜日2時30分からですね、福日アジ図書館の1階ラーニングコモンズで、開催いたします。で、今回は本学の卒業生であり、また詩人の和合良一先生にご講演をいただきます。またですね、本学には、学生歌今日の世紀にという歌がございまして、これは今から70年ほど前に、2人の学生がですね、作った曲であります。今日におきましても学域授与式とか、入学式などで歌われている、大学関係者に愛されているとても美しい曲でございます。で、作者の方が、すでに数年前にご逝去されていたのですけれども、作曲者の方が今年に入ってお亡くなりになって、その哀悼の意味も込めて、学生歌をテーマにしたプログラムを準備させていただきました。ぜひ多くの、同窓生、保護者、教職員 OB、OG、 そして一般の方にも足を運んでいただければというふうに思います。本日はどうぞよろしくお願いします。